こんにちは、ブロッコリーです。今回はアプデ情報まとめ動画です。今回は薬か村アプデの後編ということで、大きな要素は義足味クッキー実装くらい。しかし、その他、騎士の剣の強化や、スキンガチャパックの区間変更なんかの、細々とした要素はたくさんあるから、そこについて触れて解説していきたいんだぜ。ゆっくりしていってね。まずはロビー右にあるイベントページ、一番上に早速新イベントが来てます。これは義足味実装と関連したもので、義足味を使ったりして、ミッションをクリアして報酬をもらうタイプのイベントね。義足味の評価に関しては今日の18時に動画投稿するので、ぜひ見てみてほしいんだぜ。また、このイベントのミッションコンビは、義足味のペットも含まれてるので一緒に使わないと反映されません。クッキーペット各1体だけでもゲットしてミッションクリアしていくのもありだと思います。続いてはじゃんけんイベントのシーズン2、これもしかして永遠にシーズン変わって続いていくのかしら。イベント内容は1戦目と変わらずで、これどうやらみんなクッキーと出会う順番は決まってるみたいなんだぜ。クッキーの出し手も決まってるのかしら。もしそうならグーを出せばビート味に勝てるかも。グーを出した理由はなんかチョキを出しそうな気がしたからなんだぜ。何の理由にもなってないし、じゃんけんってそういうものよね。続いては競技トロフィーイベント。こちらは中央に表示されてるトロフィーに達したり、右に表示されてるデイリーミッションをクリアすると、イベントポイントがもらえて、イベントポイントを貯めると下の報酬から選んでもらうことができます。このイベントの報酬は美味しめなので、ぜひともクッキーペット、クリスタル、レアアメ素材は回収したいところ。あとポーションもだな。レアアメ素材というのはシュガーのかけらと、千年樹の実と時計のことだぜ。競技たくさんする人ならそれでもポイント余るだろうから、全部回収しましょう。優先順位は初心者はクッキーペット、クリスタル、ポーション、中級者以上はレアアメ素材です。そして騎士の剣が強化されたので、強化宝物イベントが来てるわね。下のミッションをクリアして上の報酬をもらおう。単純明快なんだぜ。そしてこれは多分変わってない招待イベント。ログボ、忘れないように回収しましょう。続いてこちらの画面。競技に変更点はないけど、もうすぐシーズンが終わるので、ショップ報酬をしっかり交換しておくべきね。優先順位はスキンかレジェ宝物からなんだぜ。スキンは別にいらないけどコレクター要素なんだぜ。コレクター要素、コレクション要素。ついでに大決闘がもうすぐ始まるから、マスターランク以上にしておける人はしておこう。大決闘も報酬それなりだから、できるならしておくに越したことはないんだぜ。トロフィー1万1500貯めれば大丈夫みたいです。続いてクッキーチャレンジ。ホワイトゴースト味のクキチャレが終了したんだぜ。報酬回収を忘れずに、新しく始まった義足味のクキチャレも忘れずこなすんだぜ。続いてリレー脱出では、ランダムチャレンジのシーズンが変わりました。魔女のオーブンシーズンということで、スタンダードなステージに、どんなバフデバフが出てくるのか楽しみですね。宝物チャレンジに変更点はなく、農作ランでは2部がスタートした模様。自分はサボりまくってたのでストーリー回収できてなかったのですが、一部クリアしてない人は一部からできる模様。一部二部というか、追加されたのはサブストーリーみたいね。サブストーリー解放にも多分また同じこと繰り返す必要があるんだろうな。農作ランはもうスコアとか度外視して農作物の回収をしたくなるので、距離を走った方が回収できてる気がするので、クローベリーや距離稼げる子がおすすめです。自分は試してないけどエンジンスケート宝箱編成の勇者味とか、いいんじゃないかな。カスタムランは通知マークついてたけど、新ステージでも追加されたのだろうか。あとは特に変更なし。今回のアプデの目玉はやはり義足味クッキー。18時に投稿する使ってみた&評価動画をぜひ見に来てください。この動画が良かったと思う方はぜひ高評価ボタンをお願いします。おつぶた様でした。もし、